マトヤワン青い部分が一般的なマトヤワン。桃色の部分はいわゆる遺像の裏である。講義には前者、後者ともマトヤワンに含まれる。マトヤワン周辺の空中写真。2008年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。マトヤワンは三重県島半島の東側にある東西 10km ほどの細長いワン。 島市と戸橋に属する、カキや真珠貝の養殖が盛んである。周辺は、典型的なリアス式海岸で、マトヤ湾は南にある、アゴ湾と同じく溺れ谷である。また、景色の美しさなどから観光地となっており、沿岸には、テーマパーク、島スペイン村をはじめ、ホテルやゴルフ場が多い。入り口は、南のアノリザ崎と北の菅崎に挟まれ幅 2km ほど、ある。 その内側には、トロクの島がある。中央部は幅わずか100メートルほどに強作し、マトヤ湾大橋が架けられ、南側の丘に、島スペイン村がある。面積は8平方キロメートル、海岸線長は40キロメートルである。マトヤ湾の奥はまた広い内湾となり、伊蔵の裏と呼ばれる。最も一般的な表記は、伊蔵の裏であるが、文献によっては、伊蔵の裏。 伊蔵浦も用いられる。講義の的や湾に占める伊蔵の裏の面積は6分の1ほどであるが、裏に流れ込む磯部川、野川、池田川の流域面積は、裏の面積の35倍もある。一見すると湖のようであり、波静かな入り江である。西岸を近鉄島線が走り、島磯部駅と穴川駅がある。水深は、最深部でも3メートルと極めて浅く。 大干潮の際には8割以上が日型と化し、大雨が降れば全域が淡水化する。人イグサやうなぎの養殖が行われている。1970年代にはカモの狩猟場としても知られていた。島市には大河川が存在せず、長年水不足に悩まされてきた。そこで、遺蔵の裏を淡水庫化して灌漑をしようとする計画が持ち上がった。この計画の主体は、 農林省であり、正式名称は、島総合開発計画。これに対して、1956年に、伊蔵の裏山とや湾で、青さや柿の養殖に従事していた漁業者らは、漁業への悪影響を理由に反発し、まとや柿の海の親である、佐藤忠夫の研究データを添えた、陳情書を提出。計画は中止された。反対運動の際に提出された、陳情書は、 島市歴史民族資料館に保存、展示されている。大体の水源として、1960年に、磯部町エリ原の上地川にダムを建設する計画がなされ、1968年にはエリゲンダムが、1974年には上地ダムが完成した。なお、現在ではこれでも水が不足するため、南西水道の滝上水上から一部送水を受けている。 ありがとうございます。